会議児童スペイン会員は、スペインの立法府である国会の会員にあたる、議会である。大議員とも言う。出展、スペイン会員公式サイト出展、パーレメンテリーグループスマイナス2019年2月10日、閲覧会員は本会議場スペインの国会は、会員と上院の2つの議会で構成される、両院制であるが、会員は憲法において上院に対する、優位性が定められている。 これは、上院が全国均等に議席配分されるのに対し、下院は人口比例で各県に議席が配分され、比例代表で選出される分だけ、より国民の民意を反映しているとみなされることにも、よる。法案の選議権は、下院が有しており、ここで可決された場合に上院に送付され、そこでの審議を経て可決された時に成立する。しかし、上院において、 会員の決定に反する意向が示された場合には、以下のような形式で会員の有意が認められている。上院で法案が否決された場合は、会員において絶対多数決で再可決再び上院に、法案を送付後、その審議が2ヶ月以上経過したとき、会員が単純多数決で、可決上院が法案の修正案を提出したときは、会員において単純多数決で、 可決首相の選出は、会員のみが有する権限で、上院は関わらない。国王に推挙された候補者が、会員において、姿政演説を行った上で、会員議員の投票で絶対多数の信任を受けた、時に、国王はその候補者を首相に任命できる。主犯指名の手順国王が、会員の各会派のトップを宮殿に呼び、各会派代表者と協議を行う国王が、 会員の議長を通して政府市販候補者を指名する。通常は衆議院の中での最大会派の代表クラスの人物が候補になる。指名を受けた候補者は会員に対して候補者自身が組織しようとする内閣の施政方針演説を行い、会員の絶対多数の信任を求める。各会派代表が候補者に対し質疑、そして討論が行われ。 その後、口頭によって投票が行われる。会員から信任を得た候補者は、国王がそのものを首相に任命する。しかし、信任が得られなかった場合は、最高期間として48時間の後に、再び表決が行われる。この時は、会員の単純多数の信任で足りる。それでも、信任の議決がない場合は、再びこの手続きをもって、第二の候補者が指名される。 首相の最初の氷決から2ヶ月の期間が経過しても、なお、会員の信任を得られなかった場合は、国王は、会員と上院を解散し、かつ、会員議長の副賞をもって、新たな選挙を実施する。内閣の信任の可否も、会員のみに与えられた権限である。首相が、内閣の信任を会員に求め、会員において、出席議員過半数の賛成が得られずに、 新任決議案が否決された場合は、国王に対し内閣総辞職を申し出なければならない。新任とは別に内閣不信任の権限を会員に与えられている。不信任動議の提出には、最低でも会員の全議員10分の1以上の署名が求められ、かつ公認の首相候補者も動議に明記しなければならないと規定されているが、これは ドイツ連邦共和国基本法の建設的不信任制度に沿ったものと言える。そして不信任同義が全会議員の過半数の賛成で承認されたときは内閣は国王に対して辞職を申し出なければならない。前章で紹介した以外の権限について紹介する。ありがとうございます。